平野紫仕様の仲間たちとの特別な瞬間、その絆の裏に隠されたストーリー。平野の仕様のインスタグラムから見える絆の深さ。日本の人気アイドルグループ、ルームバーハイのメンバーである平野仕様が、自身のインスタグラムを通じて仲間たちとの特別な瞬間をファンと共有しました。 神宮寺勇太、た、岸ゆ太、そしてダンサーのキャズ・ザ・ファイヤーとのフォーショットが投稿され、その背後には深い絆とリスペクトが感じられます。この記事では、平野潮の言葉やその仲間たちとの関係に焦点を当て、彼らの絆の裏に隠されたストーリーを明らかにします。平野潮のコメントから見る仲間たちへの深い愛情。 平野の仕様は投稿された写真に添えたコメントで特にダンサーのキャズに対する深いリスペクトと友情を表現しています。彼は、カズは出会ってそんなに時間は経ってはないけど、めちゃくちゃ仲良いよね俺らしょう、と述べ、時間の経過に関わらず深い絆が築かれていることを示唆しています。 この言葉から、平野潮とキャスへの関係が特別であり、お互いに信頼し合い、楽しい瞬間を共有していることが伺えます。また、平野は、人間もいいし、何よりみんな惚れるような表現力やパフォーマンス力を持ってるから、同世代のダンス界のトップを走るキャスにマジリスペクトしてるよ、と続けています。 このズフミから仲間たちがお互いの才能や個性を尊重し合っており、キャズのダンスの才能に対して特に尊敬の念を抱いていることが浮かび上がります。このような感情がグループ内の結束を強化し、彼らがトップを走り続ける原動力となっていることが伺えます。フォーショットに込められたメンバー同士の信頼と協力。 投稿された写真には、平野潮と仲間たちがヒッツホックスタイルで楽しげにポーズをとっている様子が収められています。このフォーショットからは、単なる仕事仲間以上の友情が感じられます。彼らが自然体で笑顔を見せ、カメラに向かってポーズを決めている様子は、彼らの仲の良さと信頼の深さを象徴しています。 写真の中で目立つのは、平野潮とキャズエの間に築かれた特別なつながりです。おそらく短い期間の中で深まった絆が写真からも伝わってきます。その中で、騎優ユタと神宮寺ユ太タも同じく楽しげな表情で共演し、グループ全体の一体感が感じられます。この写真は、単なる仕事仲間ではなく、お互いに支え合い。 共に成長し合っている仲間たちの姿を捉えたものと言えるでしょう。ルームバーアイとはここで、ルームバーアイとはどのようなグループなのかを簡単に紹介しましょう。ルームバーアイ、トベエンターテインメントに所属する男性アイドルグループで、そのメンバーは平野市耀、神宮寺勇太、岸優太、そしてダンサーのキャズザ・ファイヤーから成り立っています。 彼らは個々に異なる才能を持ち、グループとしての活動だけでなく、個別の舞台やテレビ番組への出演などでも幅広い活動を展開しています。キャズ・ザ・ファイヤーの存在感。平野紫耀のコメントで特に注目されているのが、ダンサーのキャズ・ザ・ファイヤーです。 彼は同世代のダンス界でトップを走る存在とされ、その表現力やパフォーマンス力について平野は言及しています。キャズはヌームバー愛の一員でありながら、ダンサーとしても個々の活動を展開しており、その実力と存在感が業界内で高く評価されています。 キャズエのダンスは、グループのステージにおいても際立った存在感を放ち、観客を引き込む要素となっています。また、仲間たちとのコラボレーションにおいても、そのダンススキルがグループ全体のパフォーマンスを一層引き立てていると言えるでしょう。彼の存在がヌーム場合に新たな魅力を加えていることは、グループの成功において欠かせない要素となっています。 ブームバーアイのメンバー同士の絆がグループの力となる。平野仕様のインスタグラム投稿から垣間見える、神宮寺ゆ太、た、岸ゆ太、そしてキャズトップの深い絆は、ブームバーアイの成功の裏にある重要な要素の一つです。彼らが仲間たちと共有する笑顔や楽しい瞬間、そしてキャズエのような個々の才能が、グループ全体のパフォーマンスを引き立て、ファンを引き込んでいます。 この記事では、平野紫仕様のコメントや写真を通じて、ルームバーアイのメンバー同士の信頼と協力、そして特にキャズエの存在がグループに与える影響に焦点を当てました。ルームバーアイは単なるアイドルグループに止まらず、個々の才能が融合した特別な集団として、新たなエンターテインメントの可能性を切り開いていることが伺えます。 ファンはこれらの絆に共感し、メンバーたちと共に成長し、成功を共有しています。これからも彼らが同じ志を持ち、仲間たちと共に歩む姿勢が、ムームバー愛をさらなる高みに導くことでしょう。